結構いい感じに燃え出しましたね。今日はなかなか火付きが良くなくて、なんだっけ、着火剤をかなり使っちゃいました。感じに燃え出しましたね。結構ね、ここうるさいんで、あちこちでガサガサ言ってて。焚き火動画。いい感じに燃え出しましたね、炎の焚き火。NHK に負けないぞ。いや、絶対負けてるか。下にレンガ引いてあるもんね、NHK のやつ。すごいよね。見てみましょうか。ほら、こんな感じ。カメラ熱くなって溶けちゃいそう。上から見るとこんな感じですね。ちょっと真っ暗。本当はね、もうちょっと明かりがあるといいんだよね。見えないかな。聞いてないね、全然。どうですか。いい感じだよね。
もう全然あれしなくても燃えてますね。手加えなくてもすごいね。ちょっと火力が弱くなってきたったかな。希望を恐るべし。今日はスパゲティをやるはずだったんですけど、ちょっと肉も食いたいなと思って豚バラ買ったら、なんかちょうど1人分に都合の良さそうな量がなくて、なんか3人分か4人分ぐらいの豚バラを1人で食べちゃった。もうそれでお腹パンパンになっちゃいました。もうちょっとしたら今日は1人なんで濃いコーヒーを飲んで帰りたいと思います。